それでは今日の試合のハイライトをご覧いただきましょう。スワローズバンデンハーク、今日の先発、最初のバッター森敬斗、空振りの三振、さらに2番の峰井を見逃しの三振、見事な立ち上がりです。でランナーはヒットを1本打たれましたが、戸柱をセカンドゴロに打ち取っています。先発バンデンハーク、見事な立ち上がり。そしてスワローズ2回です。ベスターズ先発のロメロからこの奥村の一発、ライトオーバー、5号のホームランでございました。第5号となるソロホームランでスワローズが1点を先制しました。バッターが6番。そして3回です。2点を追加してなおも満塁のチャンス、ここでバッター西田です。この西田の当たりが左中間へ放り込みます。西田今シーズン第3号となる満塁ホームラン。西田選手、見事なバッティングでした。今シーズン第3号のホームランでございました。この3回の裏、一挙6点を奪いましたスワローズ、ここで試合を決めました。さらに4回の裏、変わった葛西からランナーを置いて太田がセンター前のタイムリーヒット。今日太田2安打の活躍です。そしてスワローズバンデンハークに代わって5回のマウンドには石山が上がりました。まずは益子を見逃しの三振、さらに小深田には空振りの三振。さあ復活も近いでしょうか石山。そしてデラロサをファーストゴロと、3人パーフェクトピッチングに抑えました石山です。1イニングピシャリと抑えました。さらに5回の裏、ランナーをセカンドに置いて竹岡がこのバッティング、レフトオーバーのタイムリーツーベースヒット、レフト伊藤幸也の頭上を超えました。9点目が入りましたスワローズ5回の裏。さあ3位7回の裏、スワローズここで並木がレフトへのヒット、2塁ランナーがホームに来ます。しかしレフト伊藤幸也からバックホーム、見事な送球、タッチアウト。レーザービーム、見事な送球でした。追加点は与えませんでしたベイスターズ伊藤幸也。そしてスワローズは6回からサイスニードがマウンドに上がって9回ランナー1人出しましたが、最後のバッター海老名をライトフライに打ち取ってゲームセット。今日は9対0スワローズ快勝です。